どうもフルゼルと申します。本日はワカドフィ使っていこうかなと思います。 S スネークが登場して結構鬼サンジとドフィが注目されているみたいということで、まあ特に鬼サンジですけれどもね、今回はそのうちのドフィの方を使っていこうかなと思います。このキャラクターの強みとしては、このスキルにのシールドと、あとは通常攻撃とか遠距離通常多段通常攻撃を使って戦っていくっていうキャラなんですけれども、 S スネークって障害物貫通スキルないんで、このシールド刺さりますし、無敵3回も通常攻撃で簡単に消すことができるんで、実際に戦ってみた感じ S スネークに関してはかなり強く出れるなっていう風に思いました。この体力 50% 切った時には通常攻撃の与えるダメージ 100% も増加しますし、与えるダメージ 30% も増加したり、クリティカルも増加したりするんで、結構その相性はめちゃくちゃいいのかなっていう風に思いました。使ってて結構倒せましたね。ただ今の環境って S スネーク以外にもやっぱりその障害物貫通のロジャー船長がいるんで、そこがちょっと難しい部分にはなってくんのかなみたいな風には思いましたね。まあでも本当にまあなかなかに強いキャラだったんで、今回はね楽しんでやっていこうかなと思います。ちょっと試合の順番変えているんですけれども、ご了承ください。それでは早速やっていきましょう。どうぞ。はい、じゃあねラストやっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。バジャー勇者坊三度ですね。これゼガヒでも C 地点取りたいね。逆に取ったら勝ちぐらいある気がする。メロメロメロ打ってくるかな。その前にじゃあスキルに打っといて、はい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 、大丈夫大丈夫。一発二発の三発おやじ、はい大丈夫大丈夫、はいはいはい、ボコしちゃおうぜ。これ壊されるかな。一発二発の三発、ちょっとまずいな。ここ壁パラサイトしたかったけどできてない。いやーどうしよっか、ここ取られちゃうな。まあでも C 地点とりあえず抑えちゃいましょうかね。はいはい、ナイス KO で、ここ取っちゃいいの。はい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 、親父結構頑張ってるね。一発二発の三発、オッケーオッケー、ありがとうね。じゃあ自分はちょっと攻めちゃいましょうか。はいはいはい、おーおーおー、ちょっとごめんなさい。まあ今のごめんなさいというものを油断しながら、はいはい、スキル1打っといて、よーしよ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 し、これでシールド貼っといて、ジャスト回避されるのは仕方ないとして、逃げられたら逃げられ、逃げられたら、ちょっと、なったよもうまた、逃げられたら逃げられたで、全然取ることはできるんで、うわ、マジかよ。かっこいいけど。はいはい、攻撃力減少あっても大丈夫。はいはい、一発二発の三発。おこういうの面白いよね。いやでも親父とワカドフィー で倒せたっていうことで、いや結構いいと思うんですけれどもね。まあ裏がロジャーの場合多いんで、それがちょっとしんどい部分あったりするんですけれども、いやここはじゃあ親父に任せようかな。ありがとうね。はい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 、じゃあこれ見えないところからスキル1打っといて、ああごめんなさい。じゃあそこから1発2発の3発。いやちょっと待ってくれよドフィー。ちょっと俺はお前を過小評価していたかもしれない。ちょっとマジでやれるな。まあロジャー船長少ないからあれなんですけれども、セラフィム対セラフィムにおいてはめちゃくちゃ輝けんじゃないかなって思うんですけれどもね。おおびっくりした。じゃあここスキル1打たせてもらおうって、まあ、攻撃力減少しちゃうんですけれども、通常攻撃でもダメージを与えれるっていうのが、いいのかなと思います。いやー4人固まってるの素晴らしいな。あードフィ大丈夫か。おーよーわからんけど、よっしゃよっしゃ素晴らしいね。はいはい、一発二発の、いやこのスキルを打たなければその火力下がらんのがいいですね。そのワカドフィーは通常攻撃でも威力出るのがいいというか、大丈夫大丈夫、こんなんは食らってもいいということでね。ナイスカムサリーだったらもうあとはここは見とけば大丈夫でしょ。はい、一発二発の大丈夫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 、ワンダウン特性あるんで、最後ここスキルに打っといて、ナイス。いやー結構楽しいな。ありがとうございました。まあロジャーとかローとかはしんどいんですけれども、こんな感じで強いです。ありがとうございました。はい、じゃあね2戦目やっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。バジャー再び勇者ボですね。これ自分上行った方がいいかな。まああんな感じで、まあ1戦目はちょっとぐだり散らかしてたんですけれども、シールドを貼ってチュン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 攻撃してたら、やつは障害物貫通持っていないんで、めちゃくちゃ刺さるんじゃねえかなっていうことでね、まあ意外といける感じになっておりますと。はい、
ここシールド貼っといた方がいいかな、ここ任せ、いや自分が攻めるか、なんなら、この距離届くのすごいね。ツンデレスナイパーの S スネークをぶっ倒したいけれども、はいはい、じゃあスキル1打っといて、はい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 、こっちじゃもうスキルに打っちゃおうか。本来なら旗のね、中間地点で打つべきなんですけれども、はいはいはい、あのスキルを発動しなければ、あの攻撃力減少されないですし、セラフィムは結構ね、よだめ減少1個だけなんで、めっちゃ刺さるんですよね。ちょっと厄介だな。うわー、ちょっと、また、はいはい、ちょっと、もう次から次へと。くっくっく、あ、いけるな。おー、ちょっと待ってね。ここスキルに打っといて、いや、大丈夫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 。ちょっともう、やめろよ。ここスキル1、ジャスト回避、一発二発の三発、一発二発の三発。よし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 。倒せてるけど、もうなんかその交代戦やめません。一発二発、ここスキル2、ぶっ倒せ、ナイス。いや、まあ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 、ちょっとね、ぶっちゃけ、ドフィーの使い方が、マジで、下手なことに気づいちゃったんですけれども、まあ、あんな感じで、一応倒すことができたりするんで、はいはい、じゃあここスキル1打っといて、なんでそれジャスト回避できてんの、ジャスト回避、一発二発の三発、はい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 、いった、あー、なるほど。あー、一発二発の三発、ジャスト回避、一発二発の三発、ここも任せるか。いや、もうビーチで取っちゃおうか、ちょっと。欲張りなのよ、若ドフィちゃんは。はいはい、こっちじゃあスキルに打っといて、この間に握っちゃいましょうかね。ドフィ、その、そのムービング大丈夫かな？じゃあここ取らせてもらおうて、はい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 、取っちゃいますよ。ナイスナイスナイス。うわ、まあまあまあ、しゃあねえしゃあねえ。十分戦ってくれた。今、回転移動してなかった、シャンクス。じゃあこっからは、ロジャーということで、いやー、どうするものか。いやー、これ D 地点取られちゃうかな。ここじゃあ即カムサリ打っといて、はいはい、一発、やばいか、ちょっとやばい気するけど、あ、それはかっけえ、ジャスト回避からのスキル1、はい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 、大丈夫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 、やばいかな、ちょっと怖いけど、多分なんとかなる。大丈夫だね。オッケー、ありがとうございました。素晴らしい。まあ、若ドフィーもまあ、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 はい、じゃあね、今回は若ドフィー使っていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。バジャー勇者帽ですね。とりあえずどうしようかな。まあ、このキャラはシールドを使って戦っていくキャラにはなっているんですけれども、結構ね、今の環境、強いみたいな風に言われているみたいで、視聴者さんから教えてもらったんですけれども、実際多分強いと思うんですよね。はい、もうじゃあもうガンガンいっといて、全然ジャスト回避してもらっても構わないですね。はいはいはい、あ、ちょっと待って、家に帰っといて。いや、どうしようかな、ちょっとこの家建てるの間違えたな。まあいいや、もう脳死で撃っちゃおう。はいはい、大丈夫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 。はいはい、じゃあ家に帰った、あ、家なくなっちゃったな。ちょっと待って、じゃあ一旦避難しましょうかね。我が家に帰りたいということで、いや、ちょっとあのお肉ちょっとぐだってるな。はい、よし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 。まあ、このキャラクターの強みとしては、そう、シールドをうまく使って戦っていくみたいな風になるんですけれども、これもうジャス回させるか。はいはい、で、こっちにスキルに打っといて、はい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 、もうガン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 いきますよ。一発二発の三発。オーケー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 。なんか思ってるのと違うけれども。一発二発の三発。はい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 、一発。なんか打ってきそうだけど。もう溜まってんのかい。一発二発の三発。どこ打ってた、若ドフィーを。ちょっと待って、どれ。あの、めっちゃグダってて申し訳ないんですけれども。はいはいはい、ジャスト回避。一発二発。ここ。危ねえ。よし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 。で、こっちにスキル1打ったら、ちょっと、てか、お肉さ、ちょっと、ちょっとさ、ちょっとあの、一つ言いたいんですけれども、さすがにお肉の量が、向こうに偏ってる気がするんですけれども、ちょっと待って、なんだよ、この泥試合。一発二発の三発、はいはい、大丈夫大丈夫。またお肉取ってんの、ちょっとずるいんじゃないでしょうか。ちょっと待て、落ち着け。めちゃくちゃ沼ってる試合見せちゃって申し訳ないんですけれども、こんな風に、セラフィムを倒すことができるということで、いや、オッケー、ありがとうございました。いや、マジでごめんなさい、めっちゃ、いや、ほんと